メイト？そうだ。お前はそこで優しそうな顔をしてヤギのことをいろいろ聞き出してこい。よかったなガブ。お前命が助かるんだぜ。あとはお前がしっかり奴らの動きを聞き出してくれば、もう俺たち苦労しなくたって毎日餌に困らないってわけよ。いいかガブ、チャンスは一回だ。もしまだバカなことを考えるようなら今度は容赦しねえ。裏切り者はどこまでも追いかけて処刑する。それが狼の掟だ。わかったな。わかったっす。ねえねえ、聞いた？聞いた聞いた。あのヤギとオオカミの話でしょ。河原で会うんだってさ。どうなるんだろうね。見に行ってみよう。行こう行こう。遅くなっちゃって。いや、おいらも今来たところで。どうします？今日はそうっすね。じゃあこの下の谷川まで降りてみやすか。ええ、そうしましょうか。メイのやつうまくやれるかな。わしら一族の命がかかってるんじゃ。頑張ってもらうしかなかろう。ああ、とんだことになっちゃったね。そんなヤギと仲良くしてやがったら許せねえ。まあまあギロさん、ガブがうまくヤギを騙せるや、いくらでもヤギを食えるんですから。俺はヤギを見てるだけでムカムカするんだ。ヤギなんかみんな食い殺してやる。ギロさん落ち着いてくださいよ。ギロさんはヤギって言うとムキになっちゃうんだから。うるせえ群れ。へいへい。
足を滑らせて。はい、私昔からそそくかしくて。実はオイラここに来る間ずっとあんたを騙してヤギのことを聞き出そうと思ってたんでやんす。でもオイラやっぱりあんたを騙すなんてどうしてもできねえ。私もですよ。でも、その、ガブの顔を見ちゃったら、そんなことできなくて。やっぱり俺たち、秘密の友達でやんすから。秘密の友達？そうですね。でも、もう秘密じゃなくなっちゃったみたいですね。本当？えらいことになっちまったっすね。どうします？行くか帰るかどっちかっすよね。私を食べて終わりっていうのもありますよ。それができりゃ簡単だ。いつまでも何をごちゃごちゃ喋ってんだ。そう、ここまで来たら、いっそ行くところまで行ってみやすか。うん、その覚悟なら、もうとっくにできてます。なに、これ式の流れ、なんとかなりやすよ。そうですよね。また生きて会いましょうね。もちろんでやんすよ。うん。Stop it!